ってみたいと思ってた。何食べ物なんか一番優しい最近当たったものの中で。おばあちゃん、ね、おばあちゃんありがとう。マヨラーみたいになっちゃった。やっとお弁当。今日は大好きな唐揚げのお弁当をいただきます。うまっ。やっと落ち着きました。まだ撮影があるんだよね。はい、まだあと2本ぐらい。何ですか。まず1本目、はい、こちらです。え、何でか、重そう。何ですかこれ。え、これ最近カルディにめちゃめちゃハマってて、小島さんが好きそうなものがたくさんあったので。カルディ行ったことありますか。いや、ないかも。一回もないですか。一回もないかも。行ってみたいと思ってた。何食べ物、食べ物いっぱい。あ、そう、唐揚げに合うやつもあるので、ご飯に合うお供的な。やったー。え、めちゃめちゃあるよ、これ今。うわ、びっくり返したいから。それ一回やってみたい、夢かも。全部食べてる。ありがとう。え、おすすめは。いや、私のおすすめはこれですけど、スイカ。おいしそう。酢ってこと。お酢。お酢。しかもさ、これ食べたいから2つ買った。はい。ガチのやつ2つあります。いただきます。うん、おいしい。それめっちゃおいしいです。本当にスティック状の程よく柔らかい噛み応えのあるイカ。酸っぱい。全部食レポ教えてくれるかも。お酢大好きだから、これもこれにお酢つけて食べたい。これにお酢つけて食べたい。じゃあ次。いつもね、撮影したりとか共に結構長い時間過ごしているスタッフが私が好きそうなものをチョイスしてくれてるってこと。はい。それは何。で、明太子のおせんべい。モヘビっていうのが有名なんだ。あ、意外、個包装。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、おいしい。止まんないやつだ。でもちょっとピリ辛。なんか甘くておいしいね。ビールじゃん。ビだね、ビ。そのビって、ビってなんでなの。私だけビって言ってるの、ビールのこと、ビ。私だけビって言ってるの、ビールのこと、ビ。それはビのおつまみだね。これはなんか優しそうで、中国でもなんかめっちゃ人気らしい。そうなんだ。やっぱさ、カルディは中国とかでも注目されてるよね、きっとね。豆乳サンドビスケット、もう初めて見たかも。うん、優しい。大人の甘さって感じ。へえ。ほんのり甘さを感じられて、なんか一番優しい、最近会った人でも感じたことの中で。なんか一番優しい。この怒涛の日々を過ごしてるんだけど、みんな忙しいからちょっとこのビスケットの優しさに触れてよ。忘れてた優しさって感じ。心温まる感じでした。ハートフル、ハートフルショーです。こちらはこれの、これ気になる塩あんこ。あんあめか。程よい塩味の薄皮塩あめに優しい甘さのあんこをたっぷりと溶け込みました。薄いんだ、あめが。いってみますね。なんか紙質もすごくいい感じ。ちょっと和紙っぽい感じでね。え、あー、かわいい。うん、外側が柔らかくて中がほんのりのあんこの味する。梅ってこんなに進化してたんだ。え、めちゃめちゃ美味しい。これさ、あんこって外国人の友達とか外国の方が大好きなの。で、みんなあんこ系のもの食べたいって言うから、これはなんかお土産とかに持っていくとめちゃめちゃ喜ばれると思う。こんなの見たことないし、食べた感じ全然違うからびっくりすると思う。でさ、ちょっとこの和紙っぽい紙だし、トランクにもさ、入っても重くないだけど、いっぱい入れても 10袋とか入れてもいいから、これは今後海外のお友達のお土産にするかも。いいコメントだね。いいコメントだね。これ、うん、冷凍なんですけど。何ですか。どういう状況。ブラータチーズ。さっき社員の子がそれめっちゃ美味しいですって言ってました。そうなんだ。私ブラータチーズが大好きなの。しかも冷凍なんだ。1000円しないです。あ、そうなんだ。お手頃だね。高いと3000円ぐらいするじゃん。おー、かわいい。
わいいにてつるっとしてるかわいいブラッドチーズってオフィスに唯一あるお皿で、うん、素材の味をいただきます。うん、美味しい。味はある。え、すごいクリーミーで美味しい。とてもミルキー。ね、これ私のブドウじゃない。これ毎年タッシーにブドウをお中元とかでいただいてて、でお家ですっごい美味しいブドウなんだけど、大分ので、家でさ食べきれないからオフィスにこれ入れて持ってきたの。それが今出てきてくれた。美味しいシャインマスカット。それ合いそうじゃないの。なんかでもさ、これ一緒に食べるもちろん美味しいけど、何これって感じ。あれと違う、なんか真ん中にあってさ、フルーツがポンポンポンってあって、で、なこしょうとか、イメージはそんな感じ。あと何ですか。お塩、うん、白エビ万能。これなんか雑なこの景色撮ってこない。そんなもん、わかんないです。こういう味、これおにぎりなんですか。これは私のおばあちゃんが食べて。おばあちゃん、ね、おばあちゃんありがとう。うん、うーん、おいしい。今日は豆乳サンドビスケットとこのおにぎりで温かい気持ち。エビの香りがしっかりして、和食屋さんとか行くと最後なんか土鍋でご飯炊いて、うんうん、ちょっと食べきれなかったやつ持って帰りますかみたいなやつがあるんだけど、高級な和食屋さんで最後おにぎりにしてもらった土鍋ご飯みたいな感じ。コーンの土鍋ご飯ですとか、トリュフご飯ですとか、それが再現されてるって感じ。美味しい。そしたらじゃあ次は、うん、ちょうど唐揚げに合いそうな何？あ、しば漬けタルタルだ。私大好きなの、しば漬けタルタル。言ってたんで、あ、絶対好きそうと思って。嬉しい。あ、こういうの売ってるんだね今。一回巻いたことない。何なんだろう。そういう女の子いますよね。私なんか甘いとこに開くんですけど。ごめんね。ごめんね。あ、美味しそう。タルタルや。しば漬けね、フィレオフィッシュとか食べてる時みたいな感じ。マックのフィレオフィッシュってタルタルが入ってて、でピクルスが入ってて美味しいじゃん、はいはいはい、あれがこれ一つで。酸っぱいもの大好き。美味しい。うん、美味しいです。そして梅しそマヨネーズね。これも揚げ物とか野菜にかけるのかな。マヨネーズって酸味があるけど、さらにその梅と一緒で酸味と風味を足してくれた感じ。お酢好きな人絶対好き。うまっ。ご飯にかけて食べたい。ご飯にかけたらどうなんだろう。じゃあやばい人みたいな。マヨネーズマヨラーみたいになっちゃった。マヨラーみたいになっちゃった。うんうんうん。こんなになんかいっぱい味を食べたの久しぶり。しかもさ、結構な量全部食べてあとは、なんか、入ってて、うん、一番美味しかったやつ。美味しかったやつ。3位、ベスト3を、うん、はい、私の今回のラインナップでお気に入りはこの3つです。スイカ、これは確かに止まらなくて美味しかったです。そしてこちらの梅しそマヨネーズ、マヨネーズ大好きだし、なんか梅とかしそのさっぱりしたのも大好きだし、そのどっちも1回で楽しめるっていうのがすごく美味しかったです。何にかけても美味しいと思います。そしてこちら塩あんこ飴、これは衝撃でした。こんな質感の飴があるんだっていうの、すごい飴の進化と可能性を感じました。日本のお土産に今後していきたいな。紹介しましたがどうですか。なんか今度一緒に行きたいですね。確かに行ってみたい。だってこれはもうさ厳選した、全部美味しかったんだけど、これ以上にもっとたくさんの、うん、次は私も行っていろいろ探してくると思います。あー疲れた。
最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。